はい、おはようございます。今日は大分トリさんをお迎えして、大分山形ホームセンターなっております。今日はどちらも好調のチームですからね。モンテリオ山形は6戦負けなしの4連勝でしたっけ。で、大分トリさんは3戦負けなしということで、どちらも調子のいいチーム同士の対戦となっておりますので、今日はとても楽しみです。それで、前回の長崎参戦ですね、そちらでいただいたこちらの帽子、今日被って観戦します。で、今日はですね、風がすごい強いんですよね。なのでちょっとゲームが荒れるかもしれないですけども、地の利を生かして勝てることを願っております。勝つぞ、はい、今日欲しかったグッズ無事に手に入れることできました。それで今日ね、スタジアムイベントの一つとして古着でワクチンというイベントが開催されてるんですね。着なくなった服を持ち込んで一定数に達すると、世界の子供にワクチンを、供給というかプレゼントできるという企画らしいです。こういう企画大好きなので早速協力しに行ってきます。はい、はい、こんにちは、こちらお願いします。はい、ありがとうございます。どうもお世話様です。ありがとうございました。無事に古着の方を、お渡ししまして、モンテリオ山形と大分トリニータさんとのコラボステッカー、こちらいただきました。ありがとうございます。今日はまずスタジアムグルメ、モンテリオ山形サポーターさんならもう皆さんご存知だと思います。こちらカフェレストランジュリさんでクレープをまずいただきます。こんな風にサインが入っている野田選手のパネルがあったりとか、あとグッズが今日すごいたくさんのグッズがご自由にどうぞって、こちら、あ、ごめんなさい、持ち込まれています。もうすごい数のグッズです。お店の方に聞いたら、あのサポーターさん、熱狂的なモンテリオ山形サポーターさんが亡くなられて、ご家族の皆さんからあのグッズがいっぱいあるので捨てるのもなんだしということで、お店の方に寄付されて、それで今日あのサポーターの皆さんに持って行っていただこうということでお持ちいただいたそうです。ありがたいですね。で、自分もタンブラーとかこういうフラッグいただきました。あの亡くなられたサポーターの方は本当に残念でならないんですけども、せっかくご縁があっていただいたグッズなので大事に使わせていただきます。ありがとうございます。はい、スタジアムグルメカフェレストランジュリさんのクレープ、こちらを今日いただきます。いや、でっか、これで550円、コスパ良すぎです。うん、青空に入る、いただきます。はい、こちらではプラレール巨大ジオラマ展示というイベントが開催されてます。プラレールが設置されてますね。お子さんたちですごい賑わってます。いやー、面白そう。あ、山形新幹線とか秋田新幹線とか走ってますね。いやー、いいですね、ほのぼのします。はい、スタジアムの方に入りました。今コンコース歩いてるんですけど結構風が吹き込んでますね。はい、こちらの方ピッチが見えてまいりました。いや、風は強いけどやっぱ天気がいい中での観戦は格別ですね。い
いやー、今日はどんな試合が展開されるのかめちゃめちゃ楽しみです。はい、モンテリオ山形対大分トリニータさんの一戦、スタメンが発表になりました。ですね、まず大分トリニータさんとモンテリオ山形なんですけども、非常に攻撃スタイルが似てるチームかなっていう風に感じました。大分トリニータさん結構右サイドからガンガン攻撃を組み立てて攻めてくるんじゃないかっていう風に見てます。まあ、もちろん素人見解なので違うかもしれませんけど、個人的にはちょっとそんな風に思いました。で、今日の、キープレイヤーといいますか注目したい選手、今スタメンをカンニングしてますけども、この方に大注目してます。背番号26番河合歩選手です。もうディフェンス力の高さはもちろんなんですけども、攻撃への参加もすごい積極的にされている選手なんですね。なので見ていてすごくワクワクする選手です。なので大分トリニータさんの攻撃を潰していくと言葉悪いですね、早い段階で止めていただいて、そこから攻撃への起点となってほしいですね。あとはもう一人ちょっと注目選手として挙げさせていただきたいんですけども、山田浩太選手に今日はすごく注目していきたいなと思ってます。山田浩太選手が自由に動ければ攻撃の幅がぐっと高くなります。なので、今日は山田浩太選手と河合歩選手、こちらの2選手に注目して試合の方見させていただきます。勝つぞ。はい、じゃあゴール行きます。はい、あ、斜めに入りました。ありがとうございます。選手のウォームアップ見るためにスタジアムの方に戻ってきました。なんと今日もありがたいことに視聴者さんから半田選手のグッズ出ましたということで、ポストカードプレゼントしていただきました。ありがとうございます。いつもだとちゃんとお代をお支払いして譲っていただいてるんですけども、ポストカードに至ってはもう半田選手出たからもうあげます、プレゼントしますということで、本当にありがたい限りです。本当もうありがとうございます。心から感謝です。感謝しかありません。そして、他にもですね、ガチャガチャで推し選手が何人かいるんですけども、出ましたのでということで SNS でやり取りをさせていただいて今日受け取ることができました。本当にいつもありがとうございます。もう本当に多くの方によくしていただけているのでありがたい限りです。さあ、そしてゴールデンウィーク5連戦の最終戦となります。よし、今日もこの勢いで勝つぞ。おう、
Thank you.
はい、お疲れ様でした。モンテディオ山形対大分トリニータさんとの一戦終わりました。結果は1対1の引き分けとなっております。いやー、モンテディオのアディショナルタイム、チアゴ・アウベス選手がまたまたアディショナルタイムでゴール決めてくれまして、もうモンテ劇場、チアゴ劇場って感じで勝ちを確信したんですけどね。大分さん強かった。そのわずか5分後、もう試合終了間際でまさかの同点ゴール。ちょっとね、正直悔しい思いはありますが、まあ負けなかったっていうのがすごく大きいかなっていうふうに思ってます。これで、連勝は4連勝で止まりましたけども、負けなしは7戦連続に伸びました。これはあのリーグ終盤に大きな大きな勝ち点1っていうふうになるんではないかというふうに信じております。試合の方はですね、開始早々、16分ですね、ちょっと藤本選手が接触プレーで、ちょっと担架で運ばれてしまって、そのまま、交代というような形になってしまいました。ちょっと藤本選手調子がいいだけに、ちょっととね、どんな具合なのかすごく気になります。まあ、怪我だったとしてもちょっと大きな怪我じゃないことを祈りたいですね。でですね、大分トリニータさんも、後半だったかな、ゴール前の自陣のゴール前でちょっと接触プレーがありまして、選手お二人がちょっと長い時間起き上がれない時間があったっていうのがあって、ものすごい心配だったんですけども、大分さんのベンチが動くこともなく、担架が運び込まれるっていう場面もなかったので、ちょっと安心はしたんですけども、ちょっと長い時間起き上がれなかったので心配でした。でもその後何事もなくっていうとちょっと語弊があるかもしれないですけど、プレーを続けられていましたので、あ、よかったなっていう感じで、ほっと胸をなで下ろしたという感じです。いや、でも今日は本当にね、勝てる試合だったと思うんですよ。なのでね、ちょっと今日勝てなかったのは正直痛いです。何回も同じこと言って申し訳ないんですけども、でも本当に負けなかったっていうのが本当に何より大きいですね。よし、これで次の試合となると、5月の14日の、岩手グルージャ森岡さんの試合がちょっとコロナウイルスの影響で中止という形になってしまったので、モンテディオ山形の試合はかなり空くんですね。次の試合となると5月21日にアウェーで津営県金沢さんとの試合になりますね。今日が5月の8日ですから、13日間、約2週間試合が空いてしまいます。ちょっと試合感という部分ではすごく不安を感じてしまいますが、いい方に捉えて、ちょっとこのゴールデンウィークの5連戦の疲れをしっかり取れる期間というふうに捉えて、そしてその次となると5月25日水曜日19時から、ホーム ND ソフトスタジアム山形で、レノが山口さんを迎えてのホーム戦という形になります。次の観戦はこの5月25日のレノが山口さん戦になりますけども、いや長いな結構時間空くな、まあ、とりあえずは藤本選手の容体が本当に心配ではあります。容体というとちょっとなんか病気とか大怪我というようなイメージがあるので良くないですね。怪我とかがないことを祈りたいですね。そして本当に次のゲームまで試合、日にちがすごく空きますけども、ちょっといい形で休養というような形に捉えていただいて、選手は本当にリフレッシュしていただきたいです。ということで、今日は、悔しい思いを引きずるような形になりますけども、切り替え。よし、負けなかった。ゴールデンウィーク負けなかったということで、よし、次だ。よし。
ということで次の感染はまた同じことばっかりになっちゃって申し訳ないです。5月25日レノが山口参戦を見に来ます。仕事終わって会場に直行します。よし次だ、よし次こそ気持ちよく勝つぞということで、今日は風が強い中での、試合観戦だったので、ちょっとサポーターの皆さんもお疲れかと思います。しっかり疲れをとって明日からまた勉強に仕事に頑張りましょう。よしではこれから帰ります。さて次こそ気持ちよく勝つぞ。では皆さんお疲れ様でした。そして最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の動画もまた見ていただけたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。